霊能者のアトリエ。皆さんの善なる意識にこんにちは、カズマです。霊能者画家詩人として活動しております。こんにちは、カメラマンを担当しておりますエスケです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日のサムネのタイトル、グラウディング、現実に考えての罠、これについてちょっとお話ししていきたいと思います。そもそもグラウディングって何ですか？グラウディング、はい、世にスピリチュアル界隈で、まあ、数年前、うん、10年経ってないかな、うん、10年ぐらい前から言われている地に足をつけるということですね。あー、なるほど、文字通りふわふわスピリチュアルはあかんよ、地に足をつけていきましょうね、なんて言葉が世界にはびこり始めたのはちょっと最近まで、うん、最近から。しかしそれに罠があるという話をちょっとお話ししたいですね。お願いします。うん、最近アナスタシアシリーズを読むことをおすすめしてるじゃないですか。うん、でアナスタシアシリーズって結構ファンタジーとも取れてしまう部分があると思うんですよ。うん、それこそアナスタシアの中に書いてあるちょっと突拍子もないことがそうさせてしまうと思うんですね。で、ある人にとってはとても心がウキウキすることだと思うんですよ。うん、高校とする、うん、うん、ちょっと言葉を言うと浮かれてしまう、うん、浮ついてしまう。で、その浮ついてしまう気持ちをどうにか大丈夫かな自分って疑い始めてしまうんですね。うん、私このなんかうかうかした気持ちがちょっと嬉しいんだけど怖いんですよ。このうかうかした気持ちでずっといられるんだろうかだったり、うん、この気持ちをずっと維持できるのか、この興奮が冷めやることはないんだろうかっていうふうに考えてしまう。考えてしまうことは悪いことではないんですけども、そこから自分をグラウディングしようっていうふうに落とし込めようとしてしまうんですね。一見いいように感じるんですよ、現実的に考えるからね。うん、でも自分の自由なる羽を切り落とすことはグラウディングとはちょっと違うんですよ。うんうんうん、実際の本当の意味のグラウディングっていうのは自由なる羽ばたける羽を背中に生えさせつつ地上に降りて歩くこともできる、空を飛ぶこともできる、どっちも選択できるっていうのがグラウディングなんですよ。グラウディング、フライングとかね空を飛ぶこと、うん、どっちも選ぶことができる、うん、地上歩こうが空歩こうが。でも地上を歩かなきゃいけないんだっていう風にスパンと自分の羽をねパーンって切ってしまうんですよ。わかる？夢を切り落としてしまうような、これは妄想だと、そう、これは妄想だ、切り捨ててしまうんですよ、うん、自分の虚言だと、うん、私虚言癖になってはいけないとね、そんな風になってしまう、うん、そんな覚えあります？まあそうですね、あの僕もファンタジーとか好きな少年だったんで、うん、やっぱりねそういうのに、うん、語りがちだったんですけど、うん、まあ、ある時からこのままじゃちょっとね、まあ昔よく言われたのがやっぱ中二病とかねこの中二病じゃいられないぞとか思ったりして、このそういうのをピタッとやめてみたりとかね。今日は冴えてますね冴えてます。中二病欲しかった言葉ですよ。あ、本当ですか、よかったよかった、うん、その人が妄言だったり虚言、うん、妄想に浸ってる、うん、空想に浸ってる、ファンタジーに浸ってる様をアナスタシアシリーズの中にあるように、うん、セクトだったり、うん、宗教的だとか、うん、スピリチュアルだとか非科学的だっていうふうに罵るわけですね。うん、そうするとあなたの羽がねスパンと切れるわけですよ結構簡単に切れちゃうんですよ。そう、中二病だって、中二病っていうのも最近生まれた言葉じゃないですか。そうね、あれはその12歳またはもうちょっと若い時から15歳までに起こる、うん、その若者特有のあの若いエネルギーをパコンと切るための言葉なんですよ。うーん、実際はだからその若いエネルギーいさめるため、抑える、沈めるために生まれた言葉じゃないんですよ。うん、あの中二病って言葉は若い若気のあのエネルギーをその地に伏せさせるためにパコンって生まれた言葉なんですよ。へえ。
よくまあそんなこと考えますね。そうだから、うん、強いものを弱めるためには簡単で、うん、それを批判する勢力を作ればいいんですね。で批判する勢力をずっと強めるっていうわけではなくて、この対抗勢力が生まれて、それが戦争し合えばお互いに潰し合ってくれるわけですよ。そしたらまた対抗勢力が生まれるんですね。なるほどね。だから中二病って言われてイラッとくるじゃないですか、うん、その中二病じゃないよ、バチ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 みたいな感じになるわけですよ、うん、そうするとお互いに潰し合ってくれるわけですね。そうすると中二病側も正気じゃいられないわけですよ、うんうん、自分の白い美しい自由な羽が赤くね、うん、鮮血に染まり始めるわけですよ。それはもうたまったもんじゃないな。そうすると本質からずれるんですよね、うん、そうだから私ももっとグラウジングしなきゃ、現実的にならなきゃっていうふうに自分を過度に沈める行為は、うん、地に自分を沈めてるのと同じで、なるほど、そこから抜け出せなくなるんですね。空見上げてるだけみたいな昔は飛べたなって、うん、そんな風になってしまう、うん、だから現実的に考えてっていうのは、うん、その自分の夢も見れるし、うん、いい意味で今の、うん、今の実際の社会リズムとしても考えられる、自分リズムとしても考えられる、両極でも考えられるってことが、うん、グラウディングの本当の意味なんですね。うーん、それを中二病ってニュアンスでグラウディングを使い始めてしまったんですよ。なるほどね。これは多くのね競技とか全てのものに当てはまるんですよ、うん、対抗勢力また批判勢力を作ってそれを拮抗させて、あの戦争を起こさせることによって、うん、その本質からずらすっていうことですね。うーん、うん、そうか、そういうなんつうんだろう、概念っていうかね、流れを一回作ってしまえば、うん、頭もそのまま進んでいくから、そう、その作った側も楽なわけか。そう、うん、夢物語なんて言葉もありますね。あ、これもそうです。なるほどね、うん、面白いでしょ、うん、だから自分のワクワクした気持ちをスパンと羽を切るわけですね、うん、夢追い人とか、夢追い人とか寄捨て人とかもそうですよね、うん、自然の中で美しく暮らしてるだけなのに、うん、その羽をスパンと切ろうとして対抗勢力をもっと戻せる、うん、そう、面白いでしょ。たまったもんじゃないわ、うんうん、だから美しい本質的な概念を、うん、スパンと美しくさせなくするためにはそれに対する対抗勢力を作ることが大事なんですよ。うーん、そうするとそれはスパンと切られる。なるほどね、うん、まあでもそうは言ってもさ、なんて言うんだろう、ふわふわしすぎてもね、うん、しょっぱいんじゃないって思うけど、うん、両方大事なの。両方大事なの、うん、だから自分のフォルムをどんな風にも変容できる自由自在、変幻自在の意識を持つことが大事ってことですね、うん、ふわっと受けて自由に羽ばたける羽も持ってるし、うん、地上をものすごい速さで走ることができる脚力も大事ってことなんですよ、うん、これが今世間で噂、あのこう騒がれてるグラウディングの罠、そして反対勢力で自分を落とし入れようとしてる、うん、そのこのシステムの罠ですね、うん、なんか何事においてもバランスが大事って話なんですかね。そうだね、うん、このシステムを理解してうまく自分の感情とか気持ちをコントロールしつつ、うん、吸っていくことによって自分の目的地、夢にたどり着くことができる。今回そういう話をしようと思ったのはやっぱりそういうのがはびこってたくさんあるから、そのいい意味で多くの人がこの2024年で夢を見始めると思うの、うん、美しい夢をね、うん、その普通の夢ではなくて、うん、希望の夢、新芽の夢とも言えるんだけど、うん、で新芽の夢に対して今まで本当に多くの新芽が潰されてきたわけよ、うん、それどういう風に潰されてきたかっていうとさっきと同じような、うん、言ったように、うん、それこそ、うん、あの大人で夢を見たら、うん、いい年こいて、あ、なんて夢を見てるんだとかね。なるほどね。子供が夢を見たらね、うん、子供のザレ事だよってね。なるほどね、うん、全てを新芽を潰すわけですよ、うん、何がどういいかとかじゃないんですよ、うん、何者であるかとかじゃない、もうもはやそこは、うん、何においても反対勢力が生まれるようになってくる、うん、これがひどくなってくると自分の心の中で反対勢力が生まれるんですよ。ああ、その勝手に作っちゃう、そう、もう一人の自分が生まれる、うん、何やってんだろう私とかねおいおいそんなことやってていいのかよとかね、そんな心の声がもしかしたらこれを聞いてる人の中でも生まれてるんじゃないんでしょうかね。
そっかそっか。なんかそう、そのもう一人の自分が生まれて、うん、今度は言う側に、そう、自分を責めてるんですよ、うん、例えば、うん、それこそラジオ撮ったりしてさ、うん、何ラジオ撮っちゃってとかねそうね、恥ずかしいとかね、うんうん、いい年こいてチャレンジなんてとかね、うん、自分の中でそれこそ世間一般で言われる悪魔のささやきですよね、うん、でもそれを悪魔として対抗してしまうと、うん、全くもって解決にはならないんですよ、うん、お前は黙ってろってね、グラウディングにさせても意味ないですからね、うん、そっかそっか、地に埋めてもね、悪魔をねまた出てきますから、そっか、そう、別の姿形になって、そう、うん、そこで大事なのが本質を貫く対話なんですよ。ほう、それこそいい年こいちゃって、うん、いい年こいて何を見てんのってエスケ言われたらどうする？岩盤ですねいやもうそれ戦争なんよ。そうなん、岩盤って、まあ、視聴者のために説明すると、うん、顔面パンチの略ねふさわしくないのでやめてくださいすいません、まああのそれはまあ冗談としてあれなんですけど、うん、まあでもねピキッてきますよね、イラッとくる、うん、イラッときますよね、イラッとくるね、えーすけ小説なんて書いていい年こいて何夢見てんの。多分あのその場では、いやそうですね、あなたのおっしゃる通りだわって言いつつあの家とかに帰ったら、あいつ本当に小説に変えたろうかなみたいな、多分そうね同情人物にしたろうかなって絶対ピキってると思う、ああ、うん、そこででしょ、うん、ピキるってことは、うん、自分がそれに対しての反対勢力になるってことを意味してるんですよ。そうね、うん、うん、これって回避したいじゃないですか。回避したい、うん、ここで大事なのが、うん、平常心なんですね。そっか、なかなか いられるかねでそう、難しいでしょ、うん、だからこの話がすごい難しいのよ、うん、わかる、反対勢力が生まれた時に、うん、本質を貫く対話が必要ってこと、うん、だからエースケにその対して、うん、いい年こいって小説家なんて、うん、で、あの、あ、正解だと思う。あ、まあでも少なくともその人にあんまり言わないようにしてるっていうのはあるわ、うん、多分自分でもなんかねうっすらどっかでそんな風に思っちゃってるかもしれないからそうよな、うん、人には言わないかな、そう、なんか自分もそれに対してちょっと賛成してるんよ、うん、そういう心の声がちょっとでもあるんよな、まあそうな、だからちょっとイラっとくるんよ、たまに聞こえるもんな何やってんだよとかなってなっちゃうと、さっきまで回数分とかを全部消したりとか、うんうん、それよくないじゃない、それこそ自分の羽をパンって切ってるようなもんでしょ。なるほど、パターンヒュー確かにもう羽切っちゃったら何もやる気なんないもんな、うん、なんないでしょ、うん、そこで大事なのが本質を貫く対話ですよ。ほうほうほう、だからエスケが今小説家に なりたいじゃない、うん、じゃない、うん、で、お前今いい年こいて小説家なんてって言われたとして、うん、この言葉って本質的だと思う。あ、いや、わかんねえな。わかんないよな、うん、わかんないよな、うん、そうかもしれないし、そうじゃないかもしれないというか、うん、世の理論に合ってるかもしれないけど俺の理論にはないみたいな感情論になっちゃうよな。そうな、ここで大事なのが論理的になることよな、うん、感情論で押し通るっていうのは感情論で押し通らざるを得なくなってるだけで、うん、これが本質的かどうかを定めなきゃいけない、見定める必要がある、うんうん、本質ってそもそも何なんって思うやろ、うん、じゃあ俺に対してエスケ、俺にセクトをしてくれる、うん、あ、何でもいいよ、ね、うん、あ、なるほどね、うん、そうだな、まあじゃあ YouTube のショートとかでも言われてた、うん、霊能画家って怪しすぎでしょって、うん、うん、ねえ、スピリチュアルなんてやっちゃってるよねっていう感じ、金儲けでしょって、うん、っていう感じな、うん、じゃあそれをちょっとさっき俺が言ったみたいにさ、ちょっと、うん、パンと言ってくれる、うん、スピリチュアルなんて所詮金儲けだろ。ああ、でも全てのことがお金儲けに使われてて、うん、全てのことがお金儲けなんじゃないですかね。スピリチュアルもお金儲けにもなるし、お金儲けにもならない場合がある。でも、うん、あなたが言うスピリチュアルっていうのは私のことなのか世に言うスピリチュアルなのかが定められてないから、その辺はどうなんですかね。向きっていうのが本質的な対話なわけよ。なるほど、わかる。ここで俺はエスキーにこれ何と言われようが、うん、感情を波立たせることがない、うん、荒波を浮かつことがないわけよ。確かにな、うん、感情引き出せなかったな、だろ、うん、
日頃そういう疑心が一切生まれてないわけよ、うん、自分がスピリチュアルを金儲けにしてるなんて、うん、一切思ってないし、うん、そこに対して最新の注意をし払いつつ生きてるから、うんうん、それ言われたとしても何とも思わない、うんうん、なるほどね。そうじゃあ自分なんつうんだろう、じゃあ俺の場合その小説とかだったらなんかそのねえ、じゃあもう一回やってみようか。うん、エースケ何やってんの今、小説か、何いい年こいってそんなん叶えられると思ってんのお前が。やべえやべえ拳出ちゃうよ。あかんな。ベロ、うん、ちょっとあれだな、まだまだ感情論で押し取ろうとしてんな。そうだ、うん、まず自分の感情が湧き立ってしまって、うん、そういう疑いの小さい声が表立ってきてるから、うん、感情がこうね、うん、より助長して逆立っちゃうかな、うん、ああなるほどな。じゃあその自分がどうしてそれをやりたいかとか、うん、そのそういうのをちゃんと見定めるっていうか自分に問い、そうそうそう、答えを出せる、そう、そういう必要がある。そう、うん、なるほどね。だからショート動画とかに来る一切の批判コメントは俺にダメージを与えられないわけよ。ああなるほどな、うん、俺はもうね表に出てねねえタイマー張ろうとするもんな。いや本当にね、あの自分がやってたらね、ねピキっちゃうよ本当に、うん、ショート動画のねコメント欄とか拳か討論かみたいになるもんな。そのうち拳で語ろうとか言い出したかもしれないから。そうだから本質的な対話が大事なのよな、うん、でその人がどういう意図を持ってどういう風に言葉を発して、うん、そこに何が現れてるのか、うん、でその人の心の状態はどういう状態なのかっていうのを一瞬で見定めることができたら、うん、あこれはこう本当はこうじゃなくてただイライラしてるだけだなとか、うん、何が言いたいのかが分かる。あーなるほどな。そうそうか。じゃあそのね夢追い人だとか言ってた人はもしかしたらその自分が昔夢を持ってたけど今はそのそれを落とされてしまったからこそ、うん、ね羽ばたこうとしてる人をなんて言うんだ引き止めたくなってしまう、やっかみみたいなもんですかね。ですけどもそれは本質論ではなくて、うん、その理想論なんよな。ほうでもこういう人たちが言ってるだろうなっていう保険を用意してるにすぎなくて、ほうほうほう、つどつど違うじゃん。あーまあその、ね、状況において、そうだからその人を見て、うん、エースキーは心の波を立ててはいけないよ。免疫を止水ってやつだね。もうなぎであれと、なぎであれ。そうもう一回じゃあ練習いこうか。あーちょうだいちょうだい。エースケ毎日1000文字打ってるらしいじゃん、うん、そんなんがエースケの何になると思うの。金になるようなことやれよ。なるほどね。うん、特に言うことはねえな。言うことないよ。うん、んじゃあ納得するってことなんだ。じゃあエースケは毎週毎週無駄なことに時間を費やしていって、うん、無駄な人生を送ってるんだね。いや俺は自分が好きでやってるから逆に聞きたいけど君はどう生きてるんだよ。うん、好きでやってんだ。じゃあ夢追ってたらいいじゃん、うん、俺は現実的に生きるよ。うん、夢追ってな。いい現実を。これダメだな。ダメだな。だから自分の中にこう心の波が分かるじゃない自分にとったら。あったな今。なんだろ、うん、最後のいい現実をなんてな皮肉でしかないもんな。うん、そういうことなのよ。うん、これはちょっとなかなか道のりがありますな。そうで、これじゃあどうやってやる練習したらいいかってさ、うん、自分のさ、うん、人生の中で毎日の中で瞬間の中で、うん、自分の中に対して疑念が湧くと思うのよ。うん、分かる。あ、そうな。そうだからエスケが小説打ってる時も、うん、書いてる時もでも疑念が湧くと思うのよ。まあそうな、うん、湧いたわ。日頃やってる時にね、うん、その日頃やってる時のこの疑念に対して自分が対話してやるのよ。これこの時に大事なのが討論するんじゃないの、うん、対話が大事なのよ。対話と討論ちょっとなんか履き違えてる節があるな。間違いない。うん、なんかね、怠慢だからないですけど中で対話は。うん、スイッチ入っちゃってるもんね。いやそうなの、うん、スイッチ入ってんのよな。なんかな、相手にチャーで出せるぐらいの余裕がないとな。いやそれは多分ね、うん、怠慢からの茶だから多分。あそうか。まあ一杯飲めやと。そうそうそう。
そう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 、うん、同じ土俵に立とうとしてるんだな。あ、そっかそっか、うん、どうしたらええねんだから自分の心の中で湧き立つあのその疑念に対して、うん、冷静に俯瞰して、うん、いや俺がやってる小説のことは本当に無駄なんだろうかって考えたらいいのよ。わかる？無駄って何なんだろうって考えたらいいの。ああ、その俺の無駄じゃなくて、なんつうの？そうそうそう。世の無駄っていう。そう。世の中には無駄がはびこってるけど、俺のやってるこの一字一句本当に無駄なんだろうか、俺は何のためにやってるんだろうかって回帰することができる。その中で自分を疑いながら掘り返すんじゃなくて対話するのが大事なのよ。対話するのか。そう、この時に悪いのは、うん、疑って自分のこの心を根掘り葉掘りあって、あもう荒波立てて疑ってもう憤っちゃって俺はこんなことじゃないみたいなこれはもうよからんですね。なんかその自分 の, あの自身の思いをさ分解するような、そうそうそう、うん、あの問いかけ方、うん、なんかそういうのしてしまいがちかなと、うんうん、対話が大事なんだよな、うん、対話ね対話ね、そうか、そう、うん、だからどんな状況でも自分の心を荒ぶらせない、うん、荒波を立てない訓練が大事なんだよな、うん、それは何もう訓練で身につけるものなの？その毎瞬毎瞬訓練トレーニングの要素が人生に舞い込んでいて、うん、例えば驚かしい出来事ってあるじゃん、うん、わ鳥の糞が落ちてきたって、うん、この瞬間もうわってなった時に自分の心が荒波が立ってると反応がちょっと遅れるのよ、うん、驚くからね、うん、静止するの自分がどうしたらいいんだろう、うんうん、でこの時に心で荒波を立てずに、あ鳥の糞が落ちてきたよけよって思ったらめちゃくちゃ速くなるよ、うん、ああなるほどね、これが意識スピードの違いになってくるのね、そうだからどんな状況でも、うんそれを見極めるぞって意識を持つことが大事なんだよ。そうすると誰かが倒れる瞬間もうわ危ないって意識を占領されることなく、うん、あこの人倒れるぞ手を差し伸べよう、なるほどなっていう反射神経になってくる。慌てる必要がないのか。そう、うん、だから反射になるわけよ、いい意味での、うん、反射神経の余裕が生まれる、空間が生まれる、ここに間が生まれるってわけですね、うん、なるほど。その間が状況を見極めると。そうですそうです。これが免疫を止水ってやつですわ。ちょっとあの意味をちゃんと理解してないんですけど、ちゃんと調べておいて。うん。そうなんですよ。これがまあさっき冒頭で言ったグラウディングのマナー、自分の羽をパッと切り捨てられて、うん、その自分 の疑念と対話した時に、うん、もう地に顔を伏せてしまうんですね、こうやって。ああってね。うん、やりがちですね。うん。うん、ああ俺ダメだあもう私なんてダメだってね、うん、たった1回の失敗とか、うん、なんかたった1週間ね、うん、何かが伸びなかったりとかで、うん、ああ私ダメだとかね、数字にとらわれてしまったりね、うん、そう青いと、あ青い、うん、荒ぶってますね。荒ぶってますか。それはやっぱり、うん、静と動をね調和していく必要がありますね。うん、どう、なかなか面白い内容になっちゃない？そうな、なんか個人ごとでは私ごとではありますけど、まあ要訓練が必要かなと、うんうんうん、どうです、なんか質問ありますか。やっぱりあれなの、まだまだちょっと対話と討論の違いっていうのがちゃんと理解しきれてないかなっていうのはあるわ、うんうん、特にさ自分の夢したいことだったり、うん、自分がねプライドを持ってることに対してこのプライドがね、厄介って言ってるじゃん、いつも。厄介。だから自分がプライドを持ってることに対してピキりやすいのよ、人って。はぁ。わかる。なるほど、じゃあ、うん、俺の小説はそういうことなのか。そうそうそう。なんかあるんだな。で、誇りと自尊心を履き違えて、うん、この、うん、誇示しちゃうわけや、ね。自分のここを守るスペースになってるわけね。うん、ここは絶対誰にも犯させんの、絶対領域だぞ、みたいな思っちゃうわけ。ああ、なるほどね。一歩たりとも入らせん、入ったら排除だ、みたいになるわけ。うん、ここ待ち構えてるやつがいるわけよな。これはプライドですね。この状態がここにあるってことは、危険な状態、危険区域があるってことだから、うん、危険区域を自分が守ってることになっちゃうわけ。それは穏やかじゃないね。そう、穏やか。うん、穏やかじゃない、うん。穏やかを保ってるように見えるだけ。うん、だから平和の中にこうね、兵隊がいるようなもんだよな。
じゃあそのきっかけがあったら一瞬で戦争が始まっちゃう。そうそうそう、うん、戦争待ちみたいなものよ。うん、それは危険ですね。うん、うん、そう、自分の夢、プライドごと、あと家族ごとな。僕ですね。うん、うん、うーってなりますからね。うん、家族ごとになると何やってんだよとかね。うん、俺の家族なのに、私の家族なのに。うん、私の親なのに何やってんだよってね、うん、みんな落胆するかもしれないんですけど、うん、多分それは過度に期待をしすぎてしまっている、うん、自分に対して期待をするべきなのに、うん、他人に期待をしちゃってるんですよ。そうか、その自覚はちょっとなかったな。うん、その全期待を自分に向けるべきですね。うん、他人に向けてはならん、期待は。なるほど、自分に向けなきゃいけない。うん、お前が世界を変えるんだろ。間違いないということですよ。うん、最近はね、そのエースケがね、継続をラジオでねしてて、うんうん、あの、まあ、忙しい感じで僕は結構一人でね、こう熱烈で YouTube 語ってますけど、うん、聞いてます？うん、あの、聞けない時の方が多いっすね。ちょっと耳が痛いっすもん。痛いよね、俺のね。俺が YouTube で一人語ってんの、いや耳痛いだろうなと思いながら喋ってますよ。僕も耳痛いっすよ。うん、特にな、角張ってる時なんてな。聞けないっすよ。そう、角張ってる時こそ自分を難話させる必要がありますね。そうな、うん、どうしたいかですね、やっぱり。うん、うん、そう、だからスピリチュアルを学び始めたとしても、それを現実的に落とし込むために科学を用いたりしてもならんということですな。本当にもう余計なこと言いそうになったからとこ。そう、うん、でスピリチュアルから科学に行こうとして、うん、スピリチュアル×科学をやるとどうなるかというと、必要なのは金ですね。シンプルに。そう、うん、で金のドグマにすごい引っ張られてしまって、うん、あ、お金稼がなきゃっていう風になるわけですね。うん、スピリチュアル、目に見えないもの、自分の精神魂を成長させるためにもっと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 頑張らなきゃっていう風になっちゃうわけですわ。うん、頑張る方向違うよと。そこじゃない、答えは内側にあるぞと。うん、うん、そうな、機械にな、ちょい魅力的に見えちゃうもんな。うんうん、かっこよく見えるしな。うん、これが自分を救って変えてくれるかもしれねえと思っちゃうしな。うん、そんなことは一切ねえぞ。そんなもんいらねえよ。言っちまったよ。そう、うん、それが、その状態がね、例えば身内に起きたとしても、うん、自分の友人に起きたとしても、自分に起きたとしても、なぎでいられるようにね、うん、波紋が起きたとしても、波紋をぐっと見つめられる忍耐の強さ、己の強さが大事です。ついっちまったよ、俺。なんで？いや、いらねえよって。わかりますよ、うん。感情が見えてしまうことは悪いことではありません。しかし、コントロールできると、より良い道が開けるんではないでしょうか。うん、うん、ゆっくりね、自分の感情と気持ちと意識をね、コントロールしていってはいかがでしょうか。ということで、本日の動画はこの辺で、はい、本日もご視聴いただき誠にありがとうございました。また次回の動画でお会いしますよ。せ感じ考えることで世界は大きく変われる。ポジティブをフラットにね。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。お前たち最高だぜ。